こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。4月の第2木曜日は私、東大阪新聞の社長をしています小野元裕がキャスターを務めます。今晩は、大竹口さとみさん、フラワーショップナッシュの代表の大竹口さんにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。大竹口さんはあの、花屋さんを東大阪ですよね。そうです。あの杉田中学の近くに、はい、ね、母校の近くで、母校の近くで、ね、はい、させてもらってます。あの私もね、取材に行きまして、はい、これあのちょうど今年の、3月1日号にね、乗ったと、はい、ね、させていただきました。ありがとうございます。笑顔の素敵な大竹口さん、ありがとうございます。明日の有名人っていうことね。で、もともと八尾市倫理法人会のメンバーでね、一緒に、朝毎週火曜日6時半から勉強をしてましたね。で、いいお話されたんで、まあ、取材させてもらって、まあ、でいつも、大竹口さんは自己紹介するときにね、なんて言われましたね、地域に愛されるかわいい花屋さんってことで、でそのまま見出しにね、地域に愛されるかわいい花屋さんと、はい、させていただきまして、これいいアイデアですね。このご自身で考えられた。そうなんです。最初はね、あの地域に愛される小さな花屋さんって言ってた、小さなあのお花屋さんというか、あのうちのお店自体がそんなに大きくないので小さなお花屋さんって言ってたんですけど、あの倫理法人会の安川さんに、安川さんに小さいって言ったら本当に小さい花屋さんになっちゃうよって言われて、じゃあ可愛い花屋さんにしようかなと思って、可愛い花屋さんってことで言わせてもらったんですけど、ぴったりですね。なんかいいですね。あの結構好評でキャッチフレーズ、ね、なんかいいキャッチフレーズができたなと思ってるんですけど、最初の時ちょっと恥ずかしい、恥ずかしかった。なんかこう言ってる間になんかそういう風に、ね、なったらいいなと思ってこう言うようにはなってるんですけど、最近あのまた安川さんにほんまに地域だけでええのって昨日言われたんですよ。ああ、なるほどなるほど。もうそろそろ地域じゃなくて、なんかもっとこう大きくしたらっていうことをね言われて、じゃあ世界に羽ばたくとか世界に愛されるとかっていうことを言おうかって言ってたんですけど、ちょっと世界はなんかまだ大きすぎるから、大阪とか関西とか、まあ、そういうくくりで。なるほど。でも地域に愛されるということは、ね、まあそれは世界に通じるということですからね。そうです。まずね、地域に愛されないと、やっぱり地元でさせていただいてるんで、地元の方に愛されて、そこから大阪、関西、日本、そして世界に発信できたらいいかなって今は思ってます。確かにね、この前取材してる時も、はい、お店来るんですけども、ここは敷地も書きましたけどね、大竹口さんはいらっしゃい、ありがとうございますね、言う方ですけど、はい、先に向こうからありがとうございますとかね。そうなんですよ。ものすごいこう慕ってますよね、皆さん。いやいや、もう本当にね、あの地域に恵まれてるなって思ってるんですけど、うん、本当になんか皆さんがなんか逆にありがとうとかって言ってからはるんで、いやいや、こっちがありがとうって言わんとわかんのにね。あ、はい、うん、なんかあのわざわざこの間ありがとう、めっちゃ喜んでくれたわとかって言って、うん、言ってくれはるんで、なんか本当にありがたいなって思って。あのね、あのこ声の書き方は心がこもってるなと思いましたね。いや、もう思いましたね。もう恵まれてます、本当に。うん、もうで、ちょうどあの時にね、小学校5年生の男の子ね、はい、連れてきてくれ、けんちゃん、はい、けんちゃんが、けんちゃん来てまして、で、あのけんちゃん、男の子であんなにあのお花を好きな。そうなんですよ、けんちゃんね、あのよく来てくれるんですけど、けんちゃんはとってもあのお花が好きで、男の子なんですけど、で、あの緑とか、はい、あのお花とかすごく好きで、こう自分からあのこれが欲しいって言うんですよ、ね、あれは驚きましたわね。なんかあえて男の子がね、買いに来てくれたら嬉しいなと思うんですけど。いや、嬉しいですね。はい、もう子供だけがね、買いに来てくれたりとかするのも本当に嬉しいですよね。うん、それであの言ってましたね、あのお母さんも割とね、気さくに。あ、そうですね。あの小学校が近くに、なんて小学校でしたか。西堤小学校です。そう、西堤小学校、はい、西堤小学校が近くにあるんで、はい、その防犯のね、あ、そうですね、あのこともこう寄与されてると、あのナチュがあることによって子どもたちが安心してね、通学できると。ああ、ね、あえてね、言っていただけるのは本当にありがたいなと思うんですけど、
いや嬉しかったですよね。あ、そういうふうに思ってくれてたんだと思って。あ、はい、あの時初めて聞きました。初めて聞きました。確かにね、あの明るい店とかね、明るいお家があったら、はい、まあ何かあったらこう駆け込まれますよね。そうですね。で今お家ってなかなかこう入りにくいけど、あれだけこうオープンにしてたらね、店やったらもう不審者が来てもさっと入ってね。そうです、そうです。だからあの今西堤小学校だけではなくて、多分あの東大阪全体の小学校が多分取り組んではると思うんですけど、子ども110番の家っていうのをね、あの各自治会 の、 あのご家庭にあのご協力できるところをお願いしますっていうことで、はい、旗ね、そうです、そうです、ね、あのプレートかあの旗を、うん、あの一軒家そのいいよって言ってくれはったお家にこう置かしてもらってるんですね。そしたらあのそこあのその子ども110番の家ってあの貼ってくれてる家にはどこに行っても駆け込んでも大丈夫だよっていうことで、あの子どもたちにもあの学校の方からもその指導が入ってるので、もし不審者の方になんかこうつけられたりとか声かけられたりしたら、そこのお家だったら大丈夫だから駆け込みなさいねって言って。だけどまあ個人宅はやっぱりなかなか留守の家も多いじゃないですか。ピンポンしてもね。そうなんですよ。であのね、今両親共働きのお家が多いので、あのお留守のとことかあるんですけど、まあ、それでもあの地域の抑止力になるということで、やっぱ防犯の代わりにもなるので、あのそういうあのご家庭とかお家が多かったら、子ども110番のプレートがたくさんその地域にかけてたらやっぱり防犯にもなるからということで、はい、いろん な、 なんかそういう、いや、おトイレも、おトイレも、あ、 お出会いもね、なんかトイレ貸してくださいって言いますよね。あとなんかあの時計代わりにね、うちのお店の あの袋のこんなお友達に言われてもらった掛け時計があるんですけど、通学途中にあったこと。そうです、そうです、はい。でもう一つちょっとね、心配になりましたのがね、ものすごい安いんですね。安いというか負けるんですね。これでこれもこれもいたらこれつけとくわとかね。もうそれね、あの最近はちょっと価格設定もしないとダメだよということで倫理指導を受けました。はい、指導を受けました。いや、ものびっくり。私もまたあのいろいろこう取材するんでね、はい、まあ割とお花って高いってイメージありますよね。そうですね。でその中でびっくりするほどね、安いんですよ。で安い上になんかいろいろプレゼントがね、おまけやつでね。ああやってあの子供とかね、ケンちゃんみたいに来てくれるとなんかついついおまけしてしまうんですよね。で、嬉しいですよね。母親からはいつも来られてます。あ、そうですか。全然儲かれへんわ。あの監査が入るんですね。監査が入ります。なるほど。ちゃんと検査してんの。そういうのって嬉しいですね、向こうのお客さんと立ち合うね。まあ、あのお客さんもお得感があったらいいかなと思うんですけど、でまた行きたいというね。そう思ってもらえたらいいかなと。確かね、なんかあの、2500円だかな、2500円。でそんなんで安いわと、お客さんの方がね。あんな光景初めて見ましたよ。で3年渡して、そうです、もうお釣りいらんからと。でお釣り渡すとお釣りいらんと。そうそう、あんな光景ね。いるいらんみたいな、こうなんかね、こうやり取りが。いや、それはなんか割り勘とかね、あのどっか食べに行って友達同士やったらこう、こうちょっと、ね、分かりますけどね。あのちょっと5,000円払っとくわとか6,000円払っとくわとか、やっぱり予選でいいとかね、あるけども、お客さん同士で2500円と3000円をね、やり取りしてるの、あれは衝撃的でしたね。いつもね、あのお母さんね、そうやって言ってくれるんですよ。なんかちょっと端数があったりするじゃないですか。2700円とか、この間みたいに2500円とか、ね、まあ、そういう、あのほんだ3000円払ったら、もう次行くわとかって、いや、あかんあかんとか言うんですけど、もうそんないつも安くしてもらってるからって言って、結局負けて、なんかお茶でも飲んでみたいな。そういうお客さん結構いらっしゃるんですよね。なかなかないですよ、ああいう光景は。そうですよね。普通は逆に、ほな2500円だったら2000円にしといてとかね。逆にね、まあ、言われる時もありますよ。あ、そういう時もありますけど、でもなんかそうなんですよ。他のお客さんも、あの端数それこそ2、300円とかやったら、あのうちの子にお菓子でも買ったってとか言ってて、なんかうちのあの店にはあのユニバーサルスタジオで買ったミニオン のお菓子が入ったカンカンに、あそこなんかちょっと穴が開いてて、ちょうどこう貯金箱になってるんですけど、そこにみんな入れていってくれるんです。いいですね。おやつ代に。そうです、アキちゃん貯金って言って。なるほど。そうなんですよ。で、まあそのちょっとあのお子さんのね、お話が出たんで、まあちょっと
店の名前のね由来についてお話しいたい、はいはい、ナチュっていうねちょっと変わってるなと。これ NATH みたいなナスっていう、そうなんです、ナチュっていうんですかこれ。はい、うちの子の名前ナツキなんですけど、本当はナツって NATSU じゃないですか。そうですね、はい、なのでね、なんですけど私がちょっとつづりを間違ってまして。なるほど。でなんか NATHU って書いてたんですよね。ナス、はい、ナスじゃないかと、それだいぶ後に気づきまして、うん、でもなんかこう語呂合わせでなんとなくナツキでナツナツって呼んでたんですよ、うん、うちの子のことをね、うん、でナツからナチュ、なんとなくそのこのロゴでナチュ、もういい感じですね、はい、このロゴは個人で考えた、あの友達が考えてくれたんですけど、いいねロゴですね。そうですね、あとまあナチュラルとか自然という意味も含めて、うん、ナチュにします。夏木の夏とナチュラルでフラワーショップの夏ですね、はい。これフラワーショップ夏のその夏木さんの言われというかね、はい、ナチュになった言われっていうのはちょっと、あ、そうですね、うん、あのちょっとこうあの川遊びになってるんですけど、うん、あの海ですね、あ、はい、海だったんですか、はい、はい、いえいえ、まあ、友人11家族で、何年前だろう、10年ぐらい前ですかね、姫路の伊江島というところに、キャンプに行った時なんですけども、その時にですね、水の事故でうちの子がちょっと亡くなってしまったんですね。何歳？当時8歳です、うん、はい。で、まあその時はもう悲しくって、まあ、それどころではなかったんですけど、まあアルママ友がですね本をたくさんくれて、まあ、癒しの本だったり江原さんの本だったりスピリチュアルの本だったりいろいろくれた中で、子供を亡くされた母親たちのその いろんなことを書いてある本があったんです。ちょっと名前忘れましたけど、そしたらやっぱりそこに皆さん子供、亡くされた子供の名前をね残されてることが多くって、例えばマンションの名前をそこの子供の名前にしてたりとか、なんちゃら基金とか、なんかまあそういう結構スケールが大きいですけど、お名前を使われてて、で私もやっぱりなっちゃんの名前を残したいなってその時漠然と思ってたんですけど、まあ、その残すにあたってじゃあ自分は何ができるんだって、別にそんな、ね、マンションを建てるような資産もなければそういう活動をしてるわけでもないので、なんちゃら基金とかですね、その名前入れたりとかできないけど、お店だったらできるかもって思ったんですよ。でその時私は事務員を水道工事屋さんの事務をしてたんですけども、うん、東大阪水道工事組、東大阪、そうですね、はい、あ、東大阪設備工業というところで、お世話になってます。あ、長年お世話になりました。そこで勤めさせてもらってたんですけれどもね、うん、でなんかお店がでするとなっても、じゃあ飲食なのか何かなって思った時に、私もお花が好きでずっと習ってたんですけど、あ、お花屋さんいいかなと思って、全く経験はなかったんですけど、まあ、教室行ったりとかアレンジメント習いには行ってたんですけども、で、まあ、お花の先生もすごくよくしてもらってたので、で、まあ、ちょっと試しにプリザーブドフラワーをママ友達で集めてちょっと教室みたいなのをしたり、それご自宅で、家で、はい、そしたらすごくなんかみんな喜んでくれてね、でこういうのを定期的に開催したらいいかなと思って、で開催しようかなと思った矢先にずっと習いに来たお花の先生が亡くなって、だからうちの子の1年ぐらい後に亡くなって、うん、今からいろいろ聞きたいことあったのになって思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと自分で頑張ってやりなさいよっていうことなのかなと思ってね、でそこから地元に大和園芸っていう園芸店があったんですけど、そこは私の地元のクラブの先輩の家だったんで、中学校の、あ、そうですそうです、でその先輩に頼んで委託販売を、プリザーブドフラワーの委託販売をしてもらって、うん、でその時にずっと委託で売ってもらってたんですけど、バイトの男の子が辞めるからっていうことでね、でパートを募集するから、うん、お前やりたい言ってたやろみたいな感じでね、来るかって言われたんですよ。で、まあ、もともとね東大阪設備さんで正社員として
事務で行ってたのを、割と給料ね、そこそこまで、そうです、そうです、そこからパートに、パートにっていうことだったんで、まあ迷いましたね。そうです、まあ、私はまあやりたいと思ってたので、お花の仕事はしたいなと思ってたんですけど、まあ主人がアホちゃうみたいな感じでそうですね、まあ関西弁でそうなりますね。そう、こんなご時世にそんな正社員からパートに移るバカはおらんでって言われたんですけど、うん、まあでもね、いろいろ考えて、だけど私切り花店をしたかったんで、ちょっと園芸店とはちょっと違うなって、畑違いかなと思ったんですけど、うん、まあ、先輩にその話をしたら、あのうちでいろいろそのお花のことを勉強して、うん、で自分で店出したらいいやんっていうことを言ってくれたので、結構心広いですね。そうなんですよ、なんか、あ、そういうプランもありなんだと思って、なるほどなるほど、じゃあちょっとあの人生一回起きるか、心の広い方と巡り合ったのねそうですね、だからトントン拍子で、あのね、で、まあ、お世話になったね、東大阪設備工業さんのところもね、あのそういう意向を伝えたら、心よく頑張りっていうことで送り出してくれた。それはまだいい話ですね。普通、まあこういう時ね、人手不足やし、そうです、そうです、ね、いやもうね、本当にありがたいなと、とても感謝ですよ。本当によくしていただいたんでね、心苦しいんですけど、なるほど、うちの母親は未だに、あそこに乗った方が良かったんちゃうみたいなこと言ってますけどね、まあ確かにね、安定してたんちゃうのあんたみたいな感じで言いますけど、そうなんです。まあでもね、で、まあ、大和園芸さんにあのお世話になったんですけど、まあ、大和園芸さんのところもあのお母さんがちょっと具合悪くって、で私が勤めて10ヶ月ぐらいで亡くなられたんですよね。そうですか。病気で、はい、で、あのお店も閉めることになってしまって、うわ、10ヶ月で私無職になってしまうと思って、なんかまたこう波乱ありますね。そうですね、なんかね、正社員辞めてパートで夢叶えるぞみたいななってたけど、無職になってどうしようかなと思ってたんですけど、なら、あの近く の大和園芸の先輩の友達で、はい、あのうちの近所のある松尾商店さんっていう、あのコンビニみたいな町のそれこそ便利屋さんなんですけどね、そこのお店の前半分を借りて、うん、あのやらさってくれって言って先輩が頼んでもくれてね、でもそこも OK 出て、でそこからあのうちのお店がスタートするということになったんですけど、今は割となんかこじわりいいとこですね、あの店の前じゃないですね。あ、そうですね、引っ越したんです。あ、そうです、あの本当に50メーターぐらい西にお引越しって形で、 あそこへとこ見つかりましたね。そうなんですよ、角でね。そう、2年ぐらいそこの松尾商店さんで、あ、2年やってたんですか。そうなんです、させていただいて、あ、で、まあ、お客さんとかもついて、でそこの社長も、うん、いいとこあったら別にうちにあのこだわらずに行ってくれていいんだよみたいな、ものすごいいい人に恵まれてますよね周りがね。そうなんですよ、意地悪する人がいなく、いや割とこう本当にありがたいです、まあまあ、あの人徳ですね。いやいや、もうね、いつもこうプラス思考で明るくね、恵まれてるなと思います、はい、本当にも感謝ですよね、うん、本当にね、このお店を出すときは、うん、トントン拍子に話が進んで、でいい物件で、そこの物件も同級生のお父さんがされてたとこだったので、うん、もう家賃交渉して、なるほどなるほどいや、あそこ雰囲気いいですよね、ちょうど。そうですね、うん、なんかちょうど本当にいいところ、ちょうどあの杉田中学と西堤小学校のその通学路になるんですけ ど、 なるほど、私はその通学路にお店を出したかったんですよ。ああそういう、そうなんですよ。というのもやっぱりその通学路ってやっぱりなっちゃんのお友達もいてたので、なっちゃんのお友達がその通学路でこう通った時にうちの店を見て、なっちゃんのこと、なっちゃんのことを思い出してくれたらいいなと思って、そうだ、本当にその場所に物件があって、なっちゃんが引き寄せてるみたいですね。もう本当そうですね、だからあのフラワーショップなっちは私というよりかなっちゃんのお店です。うん、はい、でお子さんは、なっちゃんの下になっちゃん、はるちゃん、あきちゃんがいてます。あ、なっちゃん、はるちゃん、はい、はい、なっちゃん、はるちゃん、はるちゃん、あきちゃんはどお店をどう見てますか。いや、なんかあの忙しい時をすごく見てるので、うちの2人は全く花にも興味がなくなんか次たいなとか一緒にやりたいなとか、まあ、全くなく、あの夜遅い時も見てるじゃないですか、うん、ママの仕事はブラックやなって言ってますけど、でもあのこの間ね、あのはるちゃんが中学卒業した時に、うん、あの花束をね、
今年はコロナで在校生が卒業式出れなかったんですよ。そうなんですよ。あ、そうそう、ニュースでお花屋さんがね、そうなんです、打撃を受けたというね、いろいろ報道されてますけど、で毎年後輩から花束もらえるけど、今年はね、後輩が出席できないから花束もらわれへんなみたいなこと言ってたから、じゃあ持って行ったろかって言って、でお友達の分とみんなに何人かに作って持って行ったら、なんかやっぱりその時はさすがにママが花屋でよかったって答えてましたね。なるほど、それは自慢ですし、ね、メリットを感じたらしくて、なるほど、まんざらブラックでもないなっていう喜んでくれたね。喜んでくれました。はい、今はまあコロナの ね拡大、はい、まあ拡大中で、まあ、我々の倫理法人会も、はい、まあ、4月からお休みになるんですけどね。そうですね、やったんですけども、うん、そのお花屋さんどうですか。今ニュースでやいろいろこうお花屋さんがしんどいというニュースがありますけど、よく市場ではねやっぱり聞きますね。イベントがことごとく中止になってるので、やっぱり何百人、まあ、100人ぐらいかな、でそういうお花のイベントを開催しようと思ってたが3日ぐらい前にキャンセルになって、やっぱり仕入れ発生してるじゃないですか。そうですね、はい、その仕入れの分がすごく損害得たっていうお花屋さんもやっぱりいてますね。仕入れしてるけども払ってもらわれへん。そうですね、なんかちょっとやっぱり言いにくいとか、そこの話がちゃんとできてなかったりとか、まあ、まさか ね、そんなことが起きると思ってないのでね。だそういうところやっぱイベントを中心にされてる花屋さんは結構いたでみたいですね。うちはまだそこまではなかったですけど、まあ、卒業式とかも ね、ありがたいことに無事卒業式も開催されたのでよかったんですけど、でもやっぱり在校生とか来賓がなかったのでね、その来賓の方が座る席の花はいらないとか、あ、なるほど、やっぱり在校生が出席しないから先輩に後輩たちが送る花とかね、で、そうです、で学校休みになってたから卒業生が先生に渡す花束とかも、もうみんなそう打ち合わせとかができないから、だから細かいとこ見たらやっぱり多少なりとも影響はありましたね。はい、でもこう大打撃というわけじゃない、まあ、うちはありがたいことになかったです。うちの幸いです。そうです、そうです。で逆にちょっとね、こんだけ簡素化されてるから子どもたちかわいそうやから、せめてお花だけでも賑やかにしてあげたいということで、なんか先生方とかがすごく考えてくださって、うちは予算を上げてもらったりとかね。あ、それよかったですねちょっとありがたかったです。そういう逆メリット、まあ、メリットもあるね、逆の影響があるんですね。そうなんです。だから1本、毎年200円のお花を1本ずつ生徒さんにね配られてたのを、今年は500円にしてくださいとか。そういうのもいいですね。はい、ありがとうございますって感じで。なるほどね、はい、だから全部が全部そのお花屋さんがしんどいっていうことでもないんですね。そうですね、やってる内容によって違ってくるね。はい、まあそういうことで、ご家族のね、まあ、ご主人と娘さんお二人の、はい、協力を得ながら、ね、フラワーショップをされてますけども、杉田中学校って実は家内の後輩なんですね。あ、そうなんですよ、ね、この前分かりましたね。しかも2つ上の先輩だったんで ね、1年間も一緒のところ通ってたんですよね。不思議なご縁ですね。はい、本当にご縁を感じてます。だからなんか共通のね知り合いもあって、これはそうですね、びっくりしましたね。まあ、これからね、まあ、こういう時代ですけども、はい、まあ、お花屋さん、お花屋さんって我々なんかこうスマップのね、世界の一つの花ね。そうですね、このそれぞれ花は違うけども、こう自分一人の花に咲かそうというね、はい、あれでこうお花屋さんのイメージがいいんですけども、あ、どんな これからねお花屋さん、今されて何年ですかね。今年の7月で丸6年になります。はい、これからまあね10年15年とこう続けていくと思うんですけども、はい、まあ大体まあ石の上も3年ということで、基礎は築かれたと思うんですけどもね。ああ、そうで6年まあ石の上の3年の倍ですからね、6年をされて、そうですね、これからどういうふうなねお花屋さんを目指していくか。そうです、まあやっぱり地域に愛される可愛い花屋さんということをコンセプトに歌ってますので、うん、まずはやっぱり地域の方に喜んでいただけるっていうのもベースにしながらですね、今後はですね、ちょっと
そもそも私が花屋さんをしたかったのは自分がすごくお花に癒されたからだったんですね、うん、はい、あの娘のことがあって、でもうお花を触ってる時は本当に癒されたので、なんかそういう経験を生かせることをしたいなって思ってたんですよ。まあ、娘さん普通亡くなったら落ち込みますよね。そうですよね。もうでも毎日のようにあのお花の先生のところに通って花触って癒されてた、ね、癒されてたのでね、だからそういう経験を生かせたらいいなと思って、で今はちょっとあの北区の熊野さんがされてるアピアランスケアとか倫理法人会とか、はい、あのまあ、アピアランスはがん患者とかの方の後のアフターケアであったりとか、あの今ね日本人2人に1人ががん患者の時代なのに、あの美容室もすごくたくさんあるけども、やっぱりウィッグをあの扱われてるところとかが本当に少なかったりとか、そのお手入れをしてくれはるところがすごく少なかったりとかっていうこと で、ね、でその後のケアですよね。あの抗がん剤で髪の毛が全部抜けられて、やっぱ眉毛とかも抜けたらね、眉毛ってどこ描いてかわからないらしいんですね。確かにそうですね。あるから描けるんですけど、ないと描けないんですよ。とんでもないとこ描いておかしいですね。そうなんですよ。だからそういうあのメイクの指導したりとか、そういうケアをすごくされてて、でたまたま私のママ友がね、最近ちょっとがんに なったんですよ。今あの同い年ですか？いや私よりもね2つぐらい若いのかな。ですごくあのでも前向きでね、彼女はね今も抗がん剤治療してて、あの順調に回復してるのですごく良かったなと思うんですけど、で、まあ、彼女のこともきっかけで、まあ、自分のお花のその癒しのことも分かりながら、なんかあそういうことが私のお花で何かそういうことができたらいいかなと思って、今ちょっとアピアランスの方のお勉強もさせてもらってて。あ、そうですか。はい、で今後そういう病院とかカンファレンスルームとかにそう入って、お花とかでこうやっぱり 癒しの効果があるとメンタルの部分が上がるので、やっぱりあの病は気からっていう言うみたいでね。まあ、確かにね、はい、気持ちがしっかりしたらこう抵抗、ね、免疫力も上がるし、はい、ね、抵抗力もね、はい、そういうことを今後あの活かせるような仕事もできたらなと思って、あとはね、あの地域の方にも恩返しできることができあるかなと思ってます。そしたらお花プラスそういう、まあ病気で患ってる方、はい、あるいは、高齢者、そうですね。で今あの近所にソラストさんって、はい、はい、ああいう老人ホームというかデイサービスのところがあるんですけど、はい、年に3回ぐらい、はい、そうなんです、声かけていただいて、うん、でお年寄りの方にアレンジメントを、あ、それいいですね、はい、させてもらってるんで、まあ、それもちょっといい勉強させてもらってるなと思ってます。どうですか、あのその高齢者の方がアレンジメントした時。いや楽しいですよ。もうなんかもうみんな全然話聞いてんし、すごい好き放題入れるんですよ。全くもう人の話聞いてるかって感じなんですけど、だけどやっぱりあのイケてる時みんな生き生きしてやりはるんで、先生こんなんでいいのとかね、もう刺されへんとかね、もう好き放題言ってくれはるし、好きなようにやってはるんですけど、すごいみんな楽しそうで、でやった後はもうみんなニコニコでね、もういいんですよ、出来上がりは。もうお花の世界に正解不正解ないので、まあ、そら売り物やったらね、いろいろまあそらあるかも分かりますけど、自分の世界ですもんね。そうなんですよ。ほんならもう終わったらね、また来てやみたいな感じで、それいいことされてますね。逆に元気もらってます、私が。はい、ね、はい、まあ、これからそしたらあのお花を通じてあの病気で患わってる方とか、はい、あるいは高齢者の方、そうですね、障害者の方はどうですか。障害者の方はまだやったことはないんですけど、うん、あのでもできると思います。あ、そうですか。はい、なのでそうあのやり方いろいろ あると思うんですけど、うん、そういう方たちのところにもまあ、そうあのお教室とかですねできたらいいなと思ってます。はい、なるほど。まさにあの地域に愛される可愛い、花屋さんが、地域の、医療とかあるいは心のケアにこう入っていこうという、そういう、今日は大竹口さとみさんの、ご登場いただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今週はこの辺りで、また来週よろしくお願いします。さよなら。さよなら。